仲間幸恵さんと田中哲司さんは、7年にもわたる交際の末、プロポーズに至った。今からちょうど1年前のことだった。仲間幸恵さんの知人の情報によりますと、プロポーズの後、仲間さんは田中さんと暮らすための新居をキャッシュで購入しているんですよ。内装にもかなりこだわったそうで、5億円ぐらいになったと聞きました。とある春の日のことです。田中哲司さんは、東京渋谷にある、のんべい横丁の居酒屋に、俳優の鈴木浩介さんと並んで座っていた。酒の入ったグラスを傾けながら、演技について熱く語り合ったが、深夜0時前には店を後にする。田中哲司さんが、タクシーに乗って向かった先は、そこから、20分ほどのところにある、コンビニでした。ビールやチューハイを、購入し歩くこと数分、彼が帰って行ったのは、新築の超高級マンションだった。そのマンションが新居。広さは約200平方メートルで、ゆったりとした、ウッドデッキのベランダでは、田中哲司さんが、趣味のガーデニングを、楽しんでいるようですね。田中さんでなくて、仲間さんが買うってのは、売れっ子だからなのでしょうか。田中さんが、羨ましいですね。